はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬はじめです。今日の昼飯はこちら、横浜家系ラーメン豚骨醤油スープの濃さ、お通しマシマシ、だいぶ濃いのか、濃いめですね、これね。薄め、普通、濃いめって書いてありますね。それでは今日はこれを食べてみたいと思います。開け方はここにオープンってありますね。カップヌードルだとこっちについてるものが、これはここについてる感じですね。開けてみました。入ってたのはこの、なんだこれ、仕上げの小袋ってやつですね。これ入れると多分、なんて書いてあるのか、直前にお入れください。多分これ油だと思います。開けると、これ5分かかるんだろうな。特にこれ以外は何も入ってない感じですね。それではお湯注いでいきます。今から5分タイマー、5分にセットしました。カウントダウンを開始します。はい、3分経ちましたので、はい、5分経ちましたので開けてみたいと思います。こんな感じですね。ではとりあえずこれを入れずにこのままいってみたいと思います。麺は太麺ですね。こんな感じ。うん、太麺だけあってすげえコシがある。このままでも十分うまいですね。では仕上げの小袋いってみたいと思います。やっぱり油ですね、これね。見えるかな、はい、あ、香りが全然変わりますね、これ。香ばしい。いってみたいと思います。うん、すげえオイリー。食べる？うん、食べる。ちょっと嫁さんに一口あげてみたいと思います。ええー、匂いや、スープ、あっつええー、味や。うん、おまかよ。この人、まあ、大概いい評価ですね。それではちょっと食べてみます。うん、うまい。はい、完食です。ちょっとさすがにスープの方はですね、ちょっとこんだけオイリーだとですね、体重に影響が出てくるのでやめておきますと言いたいところなんですが、ちょっと足りないのでこちら、ファミチキの、なんだっけ、辛いやつ、甘辛味だそうです。ちょっとこれだけちょっと足りないので、午後仕事に影響出るかもしれないので、これだけいただきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。